坂穂木町にある神社、式内社である。坂穂木町の町名の由来になっている。坂穂木神社、県出身者、鴨神社を合わせて、三鴨神社と称する。創建時期は不明である。しかし、美濃国像は、彦竿の後の公別であるから、坂穂木神社の創建が、鴨社数系の盛んになった、平安期よりさらに古くに遡るとする説もある。 演技式神明帳では、坂穂木を、坂葉振りと呼んでいたという。安倍栄之助、濃肥両国通史では、名称が、鴨明神であることから、京都の上鴨神社、下鴨神社の祭神に考え合わせ、坂穂木神社の祭神は、下鴨神社と銅神の、多田須田舞日売り命を呼び、その不信、鴨の竹津岬の命と推定している。その他に、 式内の坂堀神社は、とば内のハフリベ神社で、坂堀をハフリベとも称したとの説もある。もしその推定が正しければ、坂堀より、ハフリベの方が古い言い方と考えられ、そのハフリベは、近くの県主神社に奉仕したハフリベか、あるいは、聖止録に載せる呉の貴家族ということになるが、むしろ前者を考えた方が良さそうである。とすると、 坂穂木神社の本来の祭人は、県主神社の祭人である、彦座王の公営がも県族と密接な関係を持つ、羽振りべの祖を祀った、という推定も成り立つであろう。1062年、前9年の役の際、鴨次郎義綱が、兄の源の吉家の援軍として、道の区国へ向かう途中で、坂穂木神社に立ち寄り、戦勝祈願をしたという。一説では、 鴨次郎が、坂保木神社が、鴨山にあることから、何らかの縁を感じたからという。鴨次郎は、道の区国からの北途中に再び立ち寄り、社殿を造営したという。1873年に、岐阜県第10代区11小区の豪社になる。1907年3月27日に、軍庁により、新鮮兵白領とも新神社に指定される。 1912年の暴風雨で社殿が破損する。現在の社殿は1914年の再建である。古事記では、イザナギがカグツチを切り殺した時、カグツチの体から以下の山積みやがが生まれている。その際、カグツチの頭から生まれた神である。白山神社、津島神社、奥羽神社、稲荷神社、神社猿田彦神社、山の神社。 ありがとうございます。